支流家具が名前持ちきて、全部四桁だけど。 今日皆さんこんにちはどおも皆させていただきありがとうございますこの動画はアニメリアクション動画となっておりますカンス今回取るつかみ本編ご一緒に再生してお楽しみくださいというわけでクモですが何か第5話こちら見ていきたいと思いますよろしくお願いします <laughs>、えー、前回はねあらばのお話があっという間に終わっていきホワーっていうねタイトルからお猿さんが出てきまして1匹や2匹じゃないんですよ何百匹下手したら何千匹いたのかもしれないんですけども、まあ、今までの相手とは違ってね連携が取れたり多少頭が良かったりっていうこと でねまあ、レベルアップをうまく駆使しながらなんとか立ち回ってやっつけるっていうお話だったんですがもう正直よくあのくもこちゃん勝てたなと僕が仮にねあのくもこちゃんの立場であんだけ下にねふわーっているのが見えたらもう戦意喪失して戦うのは諦めてたかもしれないそんな状況でも諦めずに立ち向かったくもこちゃんはほんとすごいなとそして今回ねあんだけ倒したことによって膨大なスキルを手に入れたクちゃん がいるんですが進化など含めね一体どれだけのスキルだったりどんな進化をチョイスしていくのかだったりまあそこら辺注目して見ていきたいなという風に思っておりますえさらにね今回下層から中層に上がってきたってことで状況的にはね結構楽になるのかなと思ったらいきなり火山ステージっていう展開でですねマグマの中になんか竜みたいなのがね潜んでいるのも見えましたし今回のステージもね一筋縄ではいかないのかなという予想をしております 果たして雲子がこの火山ステージで一体どんな活躍を見せるのか、えー、ここら辺をね皆さんと一緒に楽しんでいきたいというふうに思っておりますというわけで皆さんも録画したものもしくはいろんなものを使って一緒に楽しみください簡単なご案内されました本編スタートですよろしく頼むぞさあ開始です どどううししたしたなんだなんだなんでこんなナーバスになってんの <laughs> そうねやっとそこクモ星なあこれこれあれやばくないなんか龍だよねまた龍種がいるでしょこの中にえいるだけでもやばいのこれ美ダメージになるんじゃえ糸使えないじゃんこれじゃん あんな爆弾みたいな次元爆弾みたいなああそういう形ねこれさそのうちさここにずっといたらさあれなんじゃないえおおおおおおすごくない今までと全然大違いじゃんあれ龍じゃないのかなああ これからクモ子も炎に耐性つけていくことになりそうだねおうおうけど燃えちゃうんじゃないかダメじゃん学習してくれよさっきも燃えてたのに糸なしで倒さないとえああ忙しいいやいやいやすげえ展開が早いけどナマズって美味しいえあれ龍だよね 竜以外にナマズみたいなのもいるのえ、どういうことあれナマズなのか何が起きてんのとりあえずこのエリアで糸での攻撃は封印されちゃうから、今あるその毒とかをうまく使って、あの、ひたす、非耐性がある敵を倒さなきゃいけないんじゃないかそしてクモコもここで生き延びていくためには非耐性をつけていかないといけないんじゃない 言うだけで結構さビダメを食らってってさジリジリときつい展開になってくるんじゃないかなっていう予想をしたんだけどどうなるんだろうねであのナマズだか龍だかわかんないけどあれは倒せる相手なのでかいしさ強そうなんだけどけど「ナマズっておいしいの?」ってタイトルついてるところを考えると倒そうとするんだろうねクモコはまず。 食べたいんだねしかもタイトル的 <laughs> しかも倒したのかな美味しいのって聞くことを考えるとどうなんだろうもう今のクモ子なら結構倒せる相手になってるってことかもね前回のサルとの対戦があってさすげえレベルも上がっててそこら辺が一体どうなっているのかスキルとかステータスくも子の、えー、見ていきたいなと注目していきたいなというふうに思っておりますあ,あ燃えてるまたあ,あ 戻ってきたの仮想にあそうなんだじゃあもう雲子的にはあのステータス上回ってんだね <laughs> 何一句読んでんだよ <laughs> とりあえず非耐性を獲得しないといけないんじゃないかないやいけないでしょうあーあっちそうだよねあらばあるもんね 確かにこれどれくらい広いんだろうこの迷宮タイトル的にはいくんだろうな中層あ来た来ました進化見た目変わるかな能力とかもふわっとスモールポイズンタルテクトね希少種の妖体。 強力な毒さあどうなるでしょう変わった見た目あっちょっとなんかなんかボールみたいなのがいっぱい乗ってるえっ何な百になに637ってあ速度やばっえらい上がったねあ腐食麻痺 確率補正。産卵産卵ってどういうこと子供を産めるのクモこあ、だから産卵使って産んだのがあのパーティーメンバーなのかなオープニングで出てきた。合ってるかな演算処理。確率補正。いや、めっちゃ色々ある。え何これなんか変なのあるね。 7つの滞在みたいなことを言い始めたぞ W のシステムどういうこと何なんかやばそうこれ極めればめっちゃ強いんじゃないえ ?WMA 領域って何えわかるのあ分かんねんかい <laughs> もう ななににが始まったの一体なんか前にさキンキみたいなのもあったじゃんこの傲慢とやばいやつあるねスキルでとりあえず俺はけど一番気になったのは産卵だけどいや伸ばしていくべきなんじゃないそうよあそうだっけそうなんだ いや、だからさ育てちゃえばいいんじゃないもうそれが一体何なの見たのあっえっ何これ ?N%i=W1 何だろうほう 全部あれ取得したスキルじゃねえんだ。取得できるスキルの一覧だったんだ。なんだあ、近畿レベル4に上がった。これ上がっていいのかね近畿って。すごそうだけど。はいはい。けど、このさ、近畿だかなんかさ、あの地流の女の子もあげ、もらってたよね。傲慢の支配者。 深淵魔法をレベル10使えんのやばない奈落いや、これ、チート魔法なんじゃないこれで倒すのかなまず。これがあればあらばとかどうなのよえ ?MP なんかすごいことになってない いやーこれどうなの最上級魔法。撃ってみてよ。えー、何これどういうこと奈落。奈落を権限させる権限ってどういうことモンスターみたいなのが出てくるのでもなんかそういう事象が起きんの大丈夫こんな簡単に使っちゃって。 いや使えないんだね発生 <laughs> しないんだね MP が足りないのかなどういうことだろう W とか N パワーとか一体うん、うん、だとりあえずまた仮想でいろいろレベルアップか魔王レベル 1? どういうこと スキレベルかっくり100の数字分いやこのくも子をどういうことあのお母さんって実は超やばい種なのかなおいともこの進化のあれがとんでもなくやばい方向に進んでるってこと選んでるさ進化のチョイスがすげえレアな進化なのかな実は。 このくもこちゃんに起きてる進化ってのが。わからん。まぁ、あ、ちょっとそこら辺何が起きてるかね。えちょっと理解しようとしてた矢先にまた人間側になっちゃったよ。いやあ、この交互にやられてる間にくもこの方がめっちゃ気になるんだけど。ほんとだすげえでかくなった。あの見た目になっちゃうんだね、きっと。 確かに。もう家の中じゃ育てらんないね。地竜のさ、進化もさ、なんかないのかねおっきくならない形で、やばいやつ。っ強っくもこより強いんじゃないかな。るほどね。あらばやば。じゃあもうあらば満タン位か。 いやもうそんなレベルなんだフェイちゃんいや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  <laughs> 確かに褒め言葉にはなってないねくも子ちゃんがいるんですお願いします だからこのさ前さ時間軸がずれてるみたいな話があったけどもコメントとかでさもしくもこちゃんの方の時間軸がずれててくもこちゃんの方が先にさいろいろえげつない力つけててさ再会するってパターンだったらやばそうだねみんなドン引くんじゃないそもそもくもこちゃんと会話できるのかが問題だけどああ じゃあいじ,じゃないあのうるさいやつがさ行ってくんじゃないめんどくさいことあの勝手してたやついたじゃんこれすーちゃんだっけほら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 やっぱそうなるよねもうさ仲良くしなよ同じ場所から来てる仲間なんだから。 <laughs> この子何なの毎回これじゃんこの子はこの子で結構大事なのかなえその新言が絶対後々なんかやばいことになると思うんだこの子が雲子を見つけたりするんじゃない新言でちょっと怖いねあ やば,いやばいやばいやばいフェイちゃんもクモ子えー、やばいぞフェイ話してないんじゃないいやキンキだけじゃなくて傲慢とか魔王もあるけどねクモ子ちゃん。てかこの子結構怖いわ。 ち手握っちゃったよすーちゃんの前でええそういうことだよね勇者パーティーにいるってこと死後のもとにあるんだあそれ言われるとちょっと弱いんだねこの人は <laughs> いや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 やばいぞフェイちゃんここに入れなくなっちゃうんじゃない あーこっちでもだいぶ立ってるんだねなるほど環境がそうさせちゃったのかもうこれから他にもそういうキャラ出てくんじゃないやばいやつ一緒にさ転生した中でそう魔法はどうなってるんのよ深淵とかの奈落とか。 いや魔法少女の方がいいだろ雲より <laughs> いやいやいいからもうおーすごいんじゃないある程度ダメージ食らってもさあっという間に戻るんじゃないえこの中に入って戦うのそれは無理だろう れのスキル魔法感知魔法操作あーじゃあもう取っちゃえばいいじゃんポイントが足んないのいや取得すべきだろあーこれどうしたらいいんだろう頭痛耐性みたいなレベル10くらいになんないとできないんじゃない 確かにねどうすんのよ <laughs> 考えてたら腹減ったら確かにねわかるおっやばいなんか来る方向みたいなの来たけどブレスみたいなこれやばいんじゃない相手としてえっ知ウかぐな名前持ち来て全部4桁だけどあらばと同格かこれやばくねえか <laughs> ちょっとちょっとちょっと <laughs>。まだいるのね、こんなのが、ここには。この迷宮やばくないあらば以外にあんなのいるって。しかもこれをさ、産んださ、お母さんだかお父さんみたいなのもめちゃくちゃでかかったじゃん。<laughs> ここは追ってこないんだね。ああ、よかったじゃん。 うわ,わ、うわ,わ、え火さん何ああ、撃ってきたの。タツノ落とし子ナマズじゃなくて。まあ、スピード600あるもんね。スピード600でもあれなんだ。地竜とかに比べたら全然遅いんだね。<laughs> やばいじゃん。どうすんのよ。 おうおうあれを打ってたから尽きたらこれどうなるんだっけ MP って ST みたいなのがあったっけうっちょっと出てきたこれチャンスじゃない逆にお <laughs> スピードが遅いならもうやり放題じゃん毒が毒弾みたいな あーいいねいいね進化したわけだしえー、あいけんのねあもうやっつけたの早っあんな瞬殺できちゃうんだ進化してさ大正解じゃんおいしくないんだねあこれであれかナマズかいよいよでっかっあけどそんな強くないね 強いのだってスピード600あるじゃん。何でも飲み込む。口がでかいのかな。けどなんかあんま攻撃的な感じじゃない。温厚なのかなあそっと去ってるの、今。<laughs> そういうことだね。うわえ二2匹いるえ、どういうこと いや、こっちだけだね。強いのわーおああ。どうにか会える、なる相手なのかなえこいつも上がってくるんだ。<laughs> あ、挟まれたじゃん。やばいやばい。え一号毒糸 糸に毒を染み込ませてんだわーわーわーわわまわあ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 しか減ってないけどね。 毒合成もうけどあれ飲んだらじわじわ減るからもうあとほっとけんいいんじゃないのうわうわうわのたうち回っておりますだってさっきあのさあいつ瞬殺だったからこれ入れたらもうあっという間なんじゃないあもう死んだんだねうわ素晴らしいね便利だね毒 <laughs> 頭いいじゃんか 逃げちゃうのねあれ生きてんじゃんまだいや最後のあれかえあ蒸気がねわお傲慢の支配者えー、大丈夫これ一部を管理する権限 どういうこと何が起きてんのちょっとスキルの中に意味が分かんない言葉が多すぎんなで、どうなんだろう生ずこれ本売でしょうまいのかえ、美味しいのかい泣くほど <laughs> ついに <laughs> やっと美味しいもの食べれたね、くもこちゃん ちょっとえぐいね <laughs> 見た目が <laughs> よかったよかったそれは <laughs> 泣くほどだよな今までよっぽどひどいもん食べてたんだろうね <laughs> 悪食じきとかってスキル確か獲得してたっけこ <laughs> まるかな <laughs> あったまってるし美味しいんだろうね <laughs> 最高じゃんうなぎっぽい味なのかなじゃあタンパク質的な白身のあーはまるんじゃないかここでナマズ狩りにてかどこに入るねこの量がすご 一回で食べきったの。頑張れ,けれ。ここにまた名前持ちがいないとは限らないんじゃないか。そんな調子乗ってると。ナ <laughs> マズパーティーだね、ここから。ああ、終わっちゃったよ。<laughs> いや、今回結構いろいろ気になったんだけどさ、まず最初に僕が言ってたあの産卵ね。 あれをうまく使ってパーティーを作っていくのかなと。そして魔法とかでさ、出てきたあの、何 ?N とかさ、W とかさ、まあ、傲慢とか、奈落とかさ、魔王とか、金畿とかさ、一体何が起きてるの雲子に。なんか、触れちゃいけないものだったのかもしれないね。めちゃくちゃ強くなるけど。ただなんか管理者権限っていうのもあるからさ、 このなんだろう世界の管理者になれる力みたいなのを子が今取得しようとしている段階なんじゃないかなまあよっぽどあれなんだろうけどねすごいあれだろうから道のりは険しいんだろうけどそれがなんかあの N とか N パーだっけとか WW パー N パーだっけなんかあそこら辺に関係してくるのかなと思うんだけどどうなんでしょうね。 そしてそんな中で出てきたあの地竜ね、別の。あらばと別のやつ。あれも今後ああやって名前が出てくるってことはあらば含め、くもこちゃんは倒さなきゃいけない存在になるんでしょうか。ってことは、ゆくゆくくもこちゃんは全部4桁ステータスになるんだろうね、あれと戦うってことは。しかもちっちゃい体のまんま、そしてシーパート。 なんだ人間側見たことないあっあれこれお兄さんじゃんユリウスだっけきたきたこれさユリウスくも子ちゃん救ってくれるパターンあるかなそれとも逆にさまさかのさユリウスくも子にやられちゃうパターンとかあんのかなで あの、残りのパーティーが、それを目撃して、なんとか人間の方に戻って、あの洞窟にはやばい雲がいるみたいなことを言いふらすパターンもあるかもしれないね。で、まあ、動画の中でも言ったんだけど、まあ、クモ雲子ちゃんの方の時間軸がちょっとずれてて、先にこっちに転生して過ごしているとしたらですよ。ユリウスがあのパーティーでここに来ている時には、まだ学校の方にあの子たちは通っている状況じゃないっていうこともあり得るのかな。そんな中、お先にユリウスとあのクモがバチバチにやり合うか なないのかなそしてユリウスは一体どれほど強いんだろうステータス全部4桁くらいあんのかなあのキャラクターあとフェイちゃんの方の話の時に金器持ってるやついたら殺すみたいな話あったじゃないですかあの信託の人がフェイちゃんどうなっちゃうんだろうねフェイちゃんのことを飼ってる人はさまださ鑑定使ってなくて知らない感じだけど、まあ、ゆくゆく鑑定手に入れてフェイちゃん鑑定した時に金器があったらどうなるのか だからあのままフイちゃんももしかしたらあの場にいられなくなってあそこを飛び出してってクモ子と出会うみたいな可能性もあるのかな。なんかいろんなことが一気にここで出てきてさ先が読めなくなってきたよ。 いろんな考えができると思います。まあ今言ってた僕の考察のどれかが当たるのか、何かがね、化することくらいはあるのか、ちょっとどうなのかわからないんですが、まあこれからもね、えー、皆さんと一緒に楽しく見守っていきたいと思います。はい、というわけでね、えー、皆さんの今回のエピソードに対する感想だったり、僕のリアクションに対するコメントなどお待ちしております。以上、動画を2つがお送りしました。バイバイ。